い、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はザンスリースピリッツ信長プレイの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、弱兵ばかりの終わりだったんですけども、ここに鉄砲を大量に配備して強国三河を攻略することができました。今回はその続きになります。今回はですね、ちょっとどこを、目的にしようかなと少し悩んでいたんですけども、まず一つの候補が三河のお隣遠江、ここは今川の城、勢力圏、そしてその横がですね、駿河、義元が詰めているという状況です。では北側を見ておくと、美濃、道山まだ現役という感じですね。兵数が10なんですけども、これ城外に兵がいっぱいいるので、この数字通り兵が10というわけではないです。そしてもう一つが強国、今や7カ国8カ国ぐらいを持っている本願寺なんですね。でどこを狙うかなんですけども、今回はですね、美濃攻めを行っていこうかなというふうに思っています。一つはですね、今川軍かなり強力なんですよ。かつ駿河まで遠征するには弱兵の終わり兵だと士気がね、結構しんどいことになります。なのでであれば、まずは近場の美濃、ここを攻略して美濃に拠点を移し、稲葉山城から岐阜城に改名していこうというね、史実に近いプレイフィールでやっていこうかなと思っています。ではまず内政から見ていきましょう。まずは本願寺とは変わらず和睦ありきの外交、これはすぐに破棄されるとは思います。で続いて徴兵で鉄砲ですね。お金もそれなりに入ってくるこの終わりなんで、鉄砲さらに2丁買い増しましょう。これで22丁になりましたね。で兵も徴兵します。ここは庭長秀あたりにガツンと入れてもらいましょう。で生命線となる金、これは秀吉、お金でとにかく鉄砲を買う、その鉄砲を頼りに戦っていくしかないですからね。では兵を編成します。名古屋で編成、確認しておくとですね、名古屋は士気が41分の31、兵質がそもそも40っていうのが、この名古屋城で徴兵した場合の兵の強さになります。では隣国三河の場合はというと、士気72、兵質70、はっきり言って倍の強さですね。こんだけ差があるとね、ちょっと力の差がすごいかなと。ただしお金はね、尾張の方が、取れるので、お金で鉄砲を買って戦いに勝つ、これも正しい攻略方法なのかどうかっていうのはちょっと正直わからないんですけど、今回はね、そういうコンセプトを持ってやっていこうかなと思ってます。では信長、秀吉、勝家、利家に秀隆、そして秀長を出陣させていきます。兵は160、鉄砲はマックスの22、とにかく鉄砲は高価ですからね。で外交ではここなんです。今から美濃攻めを行うので、美濃斎藤家と国交を断絶します。武将18人もいるのか、結構いるね。姫も2人いる。斎藤家には実は裏で何度か政略結婚を申し込んだんですけど、全部断られましたね。機長欲しかったんですけど。ここは本願寺が信長と断交してきました。これは毎度のことなので、次の段でまた和睦交渉をしていきます。では信長ですね、兵160を連れて美濃へ進攻します。狙うは道山の首ただ一つ。とにかくね、
何をするにも鉄砲がないと話にならない、そういう尾張の弱兵なので、まずは動産の位置を確認して動産を鉄砲で撃つ。で迫り来る敵兵に対してはひたすらに肉の壁となり弱兵に守ってもらうしかない、まあ、そういう形ですね。なので信長は少し後ろから行きます。信長の鉄砲隊がやられるのは話にならないので、それは絶対に避けたい、まあ、そういう状況ですね。鉄砲さえ入ればですね、確実に美濃の強兵といえどもですね、削っていくことができるので、とにかく信長を守り動産をおびき寄せる、まあ、そういう戦い方になりますかね。なので一歩一歩と前進していきます。いたな。ただ私が望んでいるのは動産、ただその首一つ。これ信長が切り込まれるな。貴重な鉄砲を失うこと。うわ、しかも雨か。やめてほしいな。まあゼロですよね、こっちの攻撃は。当然ながら。動産がどこにいるかだな。動産見つけたり。あそこにいるのが動産だ。動産は前に出てこないな。まあ、当然か。攻撃はしない。攻撃をしたところで減るだけなんで、こっちの兵が。攻撃をせずに雨が止むのをただただ待ちましょう。来たな、動産。その首もらい受けようぞ。いやー、美濃の兵強いよな。まあ、川にいるっていうのがあるにせよゼロですからね、基本。こっちの攻撃はまだ勝家10残ってるな。秀吉で18、利家で18、秀隆で20、秀長で20、勝家が最初にやられる可能性があるね、まあ、ここは鉄砲で動産を打ち取ります。動産は36、鉄砲22丁持って生きてるので1回でどんくらい当たるかですね。8ということはあと最低でも4回攻撃しなきゃいけないわけだな。ここをどうしのぐかだな。4回勝家が持つかだな。勝家が打ち取られると結構しんどいからね。他の人たちは勝家と代わってその場を死守してもらう、まあ、そういう段取りで進めていきます。4、勝家がやられるな、これ。落ち延びてくれればいいんですけどね。初回でお届けしたようにあっさり送られてしまう、葬られてしまう可能性ありますからね。成政のように。ここで9。この9がどう生きてくるかだな。19。あと2回。勝家は3。いやー、勝家はちょっと下げざるを得ないな。みんなおのおの1個下がりましょう。勝家は織田家中の中では最強クラスなので、勝家を失いたくない。その一心ですね。なんか6とか食らってる人いたな。利家が6食らって8まで減ってるのか。秀長が20残ってるものの、秀吉も5。秀吉に死なれると本当にきついんで、
11か。あと1回こらえてほしいな。秀吉に死なれるわけにはいかないので、ちょっと秀吉も下げましょう。これで騙されてくれるといいんだけどね。雨か、ここで雨は痛いよ。ここの雨か。年は落ち延びてくれた。雨止んでくれ。雨か。うーお、きついな。この雨はきついよ。16。秀高が3、秀吉で5、勝家でこんだけか。これあれだな、全体的に下がっていくっていう、ああ全体突撃してしまった。全体的に下がっていくっていう道もありですね。秀高が戦士、まあ、信長は退却ですね。ちょっとここはタイムリープして戻ってきます。では戻ってきました。とはいえですね、あのままやっても勝てなくはないんですけど、かなり厳しい戦いだったので、鉄砲の数を増やしました。まあその分少しね、年月は経っています。鉄砲、実に32丁まで増やして、いるんですが、例えば本願寺がですね、この光教寺に変わったりしてます。権竜が死んで光教寺に変わりました。あんまりちょっとね、お寺とか宗教とか詳しくないんですが、どうやら、浄土真宗、本願寺派、光教寺というのがあるようで、多分それだと思います。で、あとはですね、配下には、いくつかですね、武将が増えたりしています。ちょっと見ていきましょう。どっちか行くんでいいかな。これを見ておくと、まずは、このね、木下、家貞。これがね、加わっています。まあ、能力的にはね、まあ、凡庸中の凡庸というところなんですけども、まあ、一応ね、秀吉の血縁という、まあ、秀吉じゃないかな、尾根なのかな、厳密に言うと。尾根の方の血縁者ということで、家貞が、この信長家中に加わっています。ではですね、早速なんですが、リベンジ戦ということで、動産に手切れ、これを行って再び攻め込みましょう。鉄砲の数を大幅に増やしたと、あとはまあ信長自体がですね、後方に控えるという、まあ、戦術を取る上で、信長につける兵を減らして、その代わり前線で肉の壁となり、信長を狙ってくる敵の妨害障壁となってもらうための武将たちに、少し兵を多めに入れようかなと思っています。堀尾義晴なんかも加わってますね。まあ、三中郎の一人だったと思いますけど、豊臣三中郎の一人、堀尾義晴ですね。ではこれで編成を終了します。鉄砲32丁を持って、いざ、美濃へ進行、美濃攻略戦ですね。もうね、本当にね、本願寺から光教寺に変わったとはいえ、和睦を断絶してくる速さは変わらずですね。で、まあ、戦術は同じですね。基本的には鉄砲で敵の大将、まあ、この場合、動産になると思いますけど、動産をひたすら付け狙う。そういう戦い方ですね。なので、編成時もですね、信長は少し兵は少なめにします。信長は、まあ、32。鉄砲の数と同じ32にします。で、残り、勝家以下、前線の武将にね、兵を集中的に配備していきましょう。では、進軍していきます。まあ、信長がね、敵の、特に、動産の射程に入るのが最重要なので、
まあ、そういう進軍ルートをね模索していきます。で、残りの人たちが信長の盾となり敵を防いでいるその間に、信長がその鉄砲隊でもって道さんの首を取る。まあ、これ以外に勝機はないの。この戦術が叶うようにね、ちょっと頑張っていこうと思います。まずは道さんがね入ってきてくれないことには話にならないので、前線に。どこまで道さんが来るかなんだよな。信長はあんまり近づけたくない、そういうのもありますし、まあ、信長も一歩だけ近づく、いや危険だな、やめとこう。信長はここで待機。道さんが寄ってきてくれればと思ったけど寄ってこないね。であればしょうがない、全員一歩前に出ましょう。これで間違いなく敵も出てくる。いや強いな、ゼロだからね、尾張の弱兵の攻撃は。まあ、ただここまでは予定通り、味方の損害をできるだけ。利家が5食らう、利家に5食らわせたの誰？朝倉か。まあ朝倉はもう滅んで美濃の中に取り込まれてますからね。では鉄砲撃ちます。雨が降るか降らないかも重要だからな。12削った。あと2回耐えればいけるな。とにかく今は肉の壁を作りましょう。入り込まれないようにね、肉の壁を作って、あとは全力で待機。いや削られてるな。6食らったの誰よ。秀長か。6食らったの痛いな。ここも5食らうね。秀長がちょっと危ないかな。兵士21、氏家、峰野、牧前。まあ確かに名のある武将が揃ってますね。雨をあと1回降らないでくれ。14削った。あと9。次のターン雨降らなければ一旦は防げる形になりますね。奮戦してくれないと。攻撃ゼロだからね、こっちの攻撃が。これはしんどいよな。しかしこれで雨が降らなければ道さんを討ち取れる。どうだ。16。稲葉山城取れてますね。なんで信長は一度このまま名古屋に戻って稲葉山城に城を変えていきましょうか。本当に取れてるのかな。稲葉山城東京だ、なってるね。士気66、兵質60。いやーたまらなくいいな。石高も360マックスやね。今は19ですけど。ではこのまま信長は返しましょう。まあ強行軍になりますけど構わないでしょう。はい、では信長終わりに帰還しましたね。これで美濃、三河、尾張の3カ国を領有するになりました。で次のターゲットなんですけども、まあ、美濃から隣接しているところで言うと富山県、富山城、当時で言う越中になるのかな、ここに道さんが逃れていますので、この越中、富山城攻略をね、次回やっていきたいと思います。まあ、お金もね、ここまで屈辱的な外交に耐え
頑張ってきた甲斐があり、多少お金にもゆとりが出てきているので、さらに鉄砲を買い、兵を集め、越中を攻略して本願寺、まあ現名前が変わって皇居寺に変わってますけどね、天下取りに向けて邁進していきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。